2024年2月、多くのメジャーファンがドジャースの動向に注目を集める中、言わずと知れたロサンゼルスの顔、メジャー球界を代表する偉大な左腕投手、クレイトン・カーショーがドジャースと再契約を交わしたと公表された。今シーズンは予想をはるかに超える補強を行っているドジャースだが、これで2024年のドジャースは MVP プレイヤーが4人在籍するといったメジャー最高クラスの強力なラインナップが確定した。カーショーは身長193センチ、体重101キロ、2023年の昨シーズンにメジャー16年目のシーズンを終えた現在35歳の投手。これまでに獲得したタイトル、表彰はもはや数えきれないほどの実績で、代表的なものとしては2014年に獲得したシーズン MVP をはじめ、最強投手の称号サイヤング賞は3回受賞、最多勝利3回、最優秀防御率5回、最多奪三振は3回獲得し、2011年には投手3冠という無敵のシーズンもあった。控えめに言ってもメジャー球界最高レベル、レジェンドクラスの現役最強投手だ。カーショーは2006年の MLB ドラフトでドジャースに1巡目指名を受けて入団してから、どこの球団に移ることもなくドジャース1本でやってきたフランチャイズプレイヤー。カーショーはスライダーやフォーシーム、カーブを扱う投手だが、スライダーやカーブは切れ味の鋭いメジャートップクラスの変化球。その中でも球界最高とまで言われるカーショーのカーブは、時計の針が12時から6時の方向に落ちるような126カーブと言われる、とてもブレーキの効いた落差の大きいボールだ。そしてこのカーブやスライダーも一級品の変化球だが、カーショーの投げるフォーシームももちろん素晴らしいファストボールで、20歳後半からはシーズンを追うごとに球速が年々落ちていった時もあったが、2020年には球速を上げるトレーニングも行い、今なお最高球速が95マイルに達するフォーシームを投げている。今季メジャー17年目のシーズンを迎えるカーショーだが、メジャー生活10年目あたりからはシーズン中に故障することが目立つようになり、肩や肘の怪我をはじめ持病の腰痛でも故障につながり、チームを離れることがあった。昨年もシーズン中に肩を痛め戦線離脱する期間があったが、このことが影響してシーズンが終了した11月には左肩の手術を受けていた。ちなみに余談にはなるが、このカーショーの左肩を手術した執刀医は大谷翔平の肘の手術を行った執刀医と同じニール・エラトロス氏という人物だそうだ。近年では怪我や故障することが最大の懸念点であるカーショーだが、2023年のシーズンでは24ゲーム131イニングに登板し、チーム最高の13勝をマークし、規定投球回数には達しなかったが、防御率は 2.46 という見事な成績を残した。シーズン序盤の4月には衰えを見せない圧巻のピッチングで、球団史上3人目、 MLB 史上118人目の通算200勝にも到達した。そして昨シーズンが終わった時点のメジャー生活16年間で通算210勝を挙げたカーショーの通算勝率は6割9分5厘となり、これは200勝をマークした投手としては史上最高の通算勝率でもあった。キャリアを通しての防御率も 2.48 と、これまでの実績を見ても波の投手ではないことがわかる。未だに大球団ドジャースの看板選手としてチームの最前線で奮闘するカーショーだが、2024年の今シーズンは昨年末の肩の手術の影響でマウンドに上がるのはシーズン中盤と考えられている。今季のドジャースは日本でもより一層注目されているが、新たに再契約を決めたロサンゼルスのレジェンド、クレイトン・カーショーの活躍にもぜひ注目していただきたい。